な、すごくいい時に来ちゃったみたいだね。それでは、指輪の交換と誓いのキスを。エアリー。アレム。創造の女神、エイドスの皆において、今ここに二人が夫婦となったことを称する。なんだかジーンときちゃうわね。うん、わかるよ。アガット、何新郎新婦にガン飛ばしてんのよ。いや、お前らこそよく平気であんなこっぱずかしいもん見てられんな。そう？いい光景だと思うけど。ああ、純白のドレスはやっぱり憧れよね。さてと、式は終わりだけど、これからが本番よね。新郎新婦が退場したら、急いで外へ出るわよ。ん？ああ、そうか。女性には見過ごせないイベントがありましたね。ではこれから花嫁がブーケを投げます。未婚の女性は前の方に来てください。ブーケ投げか。何が面白いのか知らねえが、えらい殺気立ってるな。ある意味結婚式で一番盛り上がる場面ですからね。皆さん気合が入ってるわね。ほらエステル、グズグズしないで。風向きを読んでいい場所取るわよ。ちょっと押さないで。本気モードだわ。真後ろに投げるのって結構難しいのよ。それじゃあ皆さん、外れても怒らないでね。いっせーの、それ。もうそっちじゃダメ。どこに投げてんのよ。はあ、また取り損なったわ。まるで違う方向に飛んでいっちゃったわね。誰かキャッチできたのかな。なんですかこれ。空から降ってきたんですけど。まあ、あなたが拾ったの。それ私が投げたウェディングブーケよ。おめでとう、お嬢さん。きっといいご縁があると思うよ。そんなどうしよう。私まだ心の準備が。なんだか収まるところに収まったって感じね。まったくね。さて、お式の方はこれで全て終わりです。お二人ともどうか末永くお幸せに。ありがとうシスター。教区長も本日はありがとうございました。今王国は大変な状況ですが、いかなる苦難にも負けずに幸せな家庭を築いてください。それが出席された人々への何よりの恩返しですよ。あ、はい。
早速丸がこう、これもまたすま、うん、ええ、動力停止現象は予想もしなかったところにも、丸賀鉱山であったような事件は、あなたたちも油断なく警戒を続けていてちょうだい。
Thank you.